それでは、本日はニーボリギター創立者のニーボリ弘樹先生に私の天国という作品について、インタビューをしてみたいと思います。先生、早速ですが、私の天国というのはどのような作品なのでしょうか。はい、皆さんこんにちは。その意味の私の私は、著者じゃなくて、皆さん一人一人の自分自分の個人個人の一人ずつの、天国っていうのがテーマ。なるほどですね。具体的に天国となると、どういう、あのイメージがちょっと湧かないんですが、あのね、私のいきなり母の話なんですけどね、まあ、物資の少ない時にお風呂に入って、ああいい気持ち、まるで天国みたいってこう言うんですね。それがまた箱根の十国峠はもう千年も前から、あの住職さんたちがね、天国っていうのはこういうとこじゃないかとかね、言ってます。まあ、私の言う天国というのは、脳的にも気持ち的にも、ですか、体的にもね、こんな素晴らしい気持ちっていうのは他にないんじゃないかと、感じた時、それをあなたの天国、すなわち自分の側からいくと、これが私の天国だっていう、そういう意味です。なるほどですね。これを音楽で作品にするっていうのは、うん、でそれで、究極のね、セラピー、音楽によって、人間の精神状態を、天国のように導くにはどうしたらいいかということでね、後にちょっと詳しく言いますが、素敵な音楽を作ることに音楽家は一生懸命、そして演奏することに一生懸命、それで聴いて楽しい、なんかそれで終わり。しかも普通の演奏家は、世界のヒノキ舞台に立てたとかね、言ったらそのなんか音楽家の使命がもう満たされたようにね、思いますよね。思いますね。で僕はそういうふうに言ったんですよ。ですから音楽のスタートは戦争中のひどい、環境のね中から、みんなで合奏するとこんなに楽しいってとこ行き着いて、それを今度世界の人も、感動するレベルに持ってこうって持ってきて、でそれを人、そのいう素晴らしい奏者をこう作る建物とか瞑想とかいろいろ作ってきたんですね。でそれで、ああ世界の人がスタンディングオベーションを起こしてくれたんで、このメソードは相当なもんだと思った。ところが40年前にロンドンで演奏した時に、もうおばあちゃんがですね、あなたの演奏はグレートだ、素晴らしい、その私の少女時代に帰らせてくれた、あそうか、音楽っていうのはいい演奏した時に、それだけのいい演奏のその裏側に自分の一人一人聴いてる人の人生というのを本当に振り返って、そこの世界に行っちゃうっていうことは、実際はもう、足も効かないし大変な段階なんだけれど、その音楽の力によってね、もう足もピンポン して特に女性の場合、美しい絶頂期のところまで行けるんだ。だから音楽はいい演奏のその先に、そういうふうに人々の、一番幸せだったことをの世界にの中に戻れるという、そういう感動がね、もう一つあると分かったんですよ。まあそこで、じゃあいい演奏の先に、あ、人々がすごく人生の最高っていうものを、なんていうのかな、体験できる演奏っていうのがあると。だから、そしてその素晴らしい世界に行くには、一人一人が行ったその先には、さらにみんなでその素晴らしいものを今度共有するっていうのかな、あなたもそうなの、私もそうなのっていうね、そういう世界があると。だから一人の満足の先にさらにそういうものがあるっていうことがね、分かってきたんです。で、そういうメソードを開発してきたんですね。それからさらにですね、歴史をこう見てみると、古代のね、超古代からギターという音が、とってもその、もうただ気持ちいいだけじゃなくて、痛いところを忘れさせてくれる。でもさらには王様と一緒にあの世に行けたらいいっ
ていう、毒を持って亡く死ぬ時ももうその苦しさを、のけてしまうほどの力ってことが分かってきたんですよ。でそうするとそういう状態にするにはどうしたらいいか、で自分の年齢を重ねるに従って最高の天国、最高の、心身ともにね、リラックスできるのはやっぱり眠ってる時である。で、ね、眠ってる時に意識ないじゃないかってなりますね。だけどそう眠、自然な眠りにこの入ろうとするときに、現代の科学ではもう脳の状態、体の状態が最高の状態になって、脳からはアルファ波が出て、そのアルファ波が出るといいホルモンがいっぱい出て、でそしてその新陳代謝なんてものじゃなくて、もう本当に精神的にもね、私の天国だってね言いたいようなところに入れるってことは分かったんです。でそこに入るのをなるべく短い時間に意図的にそういう世界に入ることはできないだろうかと考えたのが、今回のそういうアルファ波の中に導くための、CD ってことなんです。なるほど。ということは、まあ、ミュージックセラピーですとかそういったことも言えるわけですよね。でも具体的にではそれを音楽で表現する、こういったことをやってる CD、 音楽っていうのは世界にないと思うんですけども、どうやってそれを実現した、やっぱり人間が体が脳が一番幸せを感じるのは、まあ、とにかく脳が感じる。でそれで感じた時にアルファ波が出てる。でそれを、ね、横目で音楽家として分析すると、もはやいい音楽を聴いて気持ちがいいまでじゃなくて、さらにその先には眠くなると。その眠くなる睡眠っていうことがね、究極のテラピーだって気がついた。ですからそこに導くから、これ僕の造語かもしれないけど、導く音ですから動音、その導く音楽、すなわち最高のリラクゼーションは睡眠である。睡眠のに入る前のアロハ波である。その時にはもうその人はどんないい音楽も聴いて楽しんだ後で脳は聞こえなくなってるはず。まあ、聞こえてるかもしれないけど、はたから見ると聞こえてないですね。だから音がない、音がない世界が一番だと気がついたんですね。だから音がない世界に導く音楽はどういう音楽だろうってことになったんですよ。そこでだんだん指揮をしてて気がついたんですけどね、どうしてたくさんある音の中でギターとか、まあ、ピアノもそうですけどね、音がドーンってな、最初鳴って衰退していく、この音というのがとてもアロマセラピーでもね用いられるし、例えばトランペットの音って元気がいいんだけど、あれば、まあ、それは悲しそうに吹く手もあるけれど、やっぱり普通は目が覚めちゃうっていうか、目が覚めちゃうほどの感動に入っちゃう。ところがギターの綺麗な音をトーントーンって弾いて音は衰退してる。これ何回もこう聞いていると眠くなる。例えばその一番単純なの、電車のガッタンコトンガッタンコトンって、これもう定期的に聞いてると眠くなるじゃないですか。ね、電車乗るとすぐ眠るしね。それで僕は気がついたんですよ。そうだ、あれをもうちょっと音楽的に作れないだろうか。で僕のまず作品の中で、まあ、ギターの音は全て音が消えてきますからね、消え方がとても綺麗な、盛り上がるぞ盛り上がるとこう期待させて盛り上がる音楽じゃなくてねこう静かにこう心休まるように終わっていく音楽を追ってみたんです、僕の中でね。そしたら僕が昔出したその本の中にね、その一番道民に向く、なんていうのかな、骨組みをしてる曲が見つかったんですね。ですからその曲をまず並べるわけ、ね、でしかも人間っていうのは同じことを繰り返すと
この繰り返しはもっと続くんじゃないかと思ってるうちに眠くなることが分かるから同じ曲を出したり引っ込めたり出したり、もう最初はね、30秒とか秒なんだけど、だんだん時間が経つに従って、間隔を空けていく、どんどん空けていくと、もう眠っちゃった人はもうそれでいいわけだからね、もう永久にとろっとしてくると、永久にこの音楽はまた出てきてまた消えるのかって思ってるうちに眠れることが分かった。だからそういう、なんていうのかな、仕組み構造、まあ作曲といえば作曲ですね、うん、音のない世界を作品の中に非常に重く置いて作った作品と、ですから一番最初の第一曲はちゃんと演奏するんです。お見返しっていう曲で、はい、これは、非常に田口博文の傑作だと僕は思うんですね、そういう意味で考えるとね。じゃあこれちょっと音楽的に言うと倍音がものすごく鳴ってるんですよ。ですから倍音が鳴っていて、それが衰退していくと非常に眠くなって、あの一曲目の曲だけはデクレッシェンドしないでね、ちゃんと作品として抱えてるんですよ。そうすると少しこう眠たい雰囲気がこうできた段階で鳥の鳴き声がね、うん、してきて、でそしていつの間にか冬眠睡眠を誘う音が鳴り出してくる。でそういう作品、僕は音楽生活70年やってますけどね、ないんです。だからしかもギターの、衰退していく音を活用して、専門的に言うと副交感神経を早く出させて、その直前のアルファ波が出させて、そして自然に気持ちよく眠れる、そういう、CD っていうのはね、今までないんじゃないかと思うんですね。聞いたことないですね、無音の世界、冬眠のようね、だけどそれギターを用いてるってこと、それから ギターはもうニボリメソードの 4000Hz 出る響きをうまく繰り返しね活用したんですよ。その冒頭の14弦アルトギターから始まってね、もう高音の出るギターから低いギターの音までを、でそして繰り返しながら、お休みください。だから学校で笑い話だけど、絶対に運転手がいい音だからってそれかけてはいけません。ないですね。眠ってしまうわけですね、運転する人は。危ないですね。ってことはもう完全に音を楽しむというよりは、それこそ眠るためのという目的はね。はい。でも聞いてる人はそのこといちいち考えないでもいいんです。まあ言っちゃってあれだかもしれないけどね。ですから音楽療法の究極のやり方、音のない世界へ熟睡へ持っていくアロハ波を出すための CD っていうのは、うん、ということで、これは世界初もう間違いないですねと思いますね。素晴らしい。ではこの天、私の天国、どういった方に聞いていただきたいと思いますか。うん、もうね、最近の医学科学ではもういろんながんがたくさん出てますよね。でそれも種類はいろんな種類があるんだけれど、究極は良くないストレスの蓄積っていうのがね、結局は突然死に至るまでね、いろんな問題があると。だから今は健康でも、ね、2人に1人はがんになる可能性があるわけですから、そういうその自分の健康長寿を考える人はね、全員これを聞いて、そして体からいいホルモンをたくさん出させて、そしてなるべく猛毒のホルモンを出させないようにする、健康長寿を、ね、願ってる人は絶対この CD は聞いてほしいと思います。だもちろん病院はもちろんのことね、うん、それからアルマやなんかね、リラクゼーションのお店、それから自分の部屋で、静かに体休めようとする人、もうどんなところでも使えますね。なんかリラックスしてこう眠るための CD となると、どうしても
自然の音とか、なんかそういったのイメージを取ってつけた多いと思うんですけど、だから僕のこの詩でもそれはやっぱりちょっと活用します、うん、数秒間です、ね、数秒間活用するけど、その後からね本格的に仕組んであるわけですよ。これもぜひ聴いてほしいですね。だからこの詩でなんかそういう音楽を鑑賞しようと思ったら間違いですね。鑑賞用ではない、はい、でそこがもうとにかくねあんまりない。うん、世界初ですね。わかりました。で、二森先生はこれ以外にもセラピーシリーズ出されておりますが。そうなんです。ここに到着したっていうのは5段階で到着してますね。だから一番最初は癒しのセラピー、すなわち癒すっていうことは、その人一人になりたいとかね、そうですね、そういう音楽で、それ CD ね、はい、出してます。それから元気っていうのも、元気がないから今私は悲しいんだよとでしょ。だから元気っていうのは結構よそからいただくものなんですね、うん、だからドーンと少々相手のこと構わず元気よくねでそういうそこが2週で、3週目は僕はこれで、ね、ゴールだと思ってたんですかってね、要するに、最高の感動はもうみんなで合奏する、みんなで心を寄せ、何も演奏しなくてもいいんですよ、歌ってもしない、みんなで、うん、その共有する幸せだな。だからまあそれはみんなで共有するなんていうのかな、ゴールは愛である。だから愛しの音楽、これは3、はい、そうしたらですね、いろんなところでこうかけるのを選んでる店があったんですよ、その3つの CD の中で、ね、そして見たらやっぱり癒しのメロディーと愛しのメロディーを個人的にね使用してる人がね、うん、多いことが気がついた。ですからそれを集めたのが、4週、うん、それでリラック選手、そのリラック選手、はい、だからこれはアロマの店やなんかはね、うん、もう選んだそれを使ってるねとか大半ですね。それでその先に何があるかが今回の、うん、だその4つの先にももうこれ以上先はない とも思うぐらいの今度の作品なんですね。ですから究極のセラピーって名前です。もうそれが今日の、ね、お話。はい、ありがとうございます。そして大こと、ね、こと先生、著書も健康長寿の著書、今シリーズで出てるところですか。3シリーズです。一番最初がまあ大雑把にはちょっとメニュー的なね、もの秘訣ね、健康長寿の秘訣、そしてそれのエキスをつなげて長くやれば時間が経ちますよね。だから健康長寿のね実現するための手段、そして全てがうんと長く、ね、持続して続ければ、本当のゴールに達するわけですよね。ですからその3つの本を書いてます。で1週は出ました。今2週はですね、私が50年間いろんな世界中で体験してきたアロマテラピーの中から読者の皆さんに、アロマテラピーってのはこんなにいろんな店がある、日本の中でもやり方がものすごくいろんな種類があって、私はどういうのを選んだのか、で選んだのは一番健康長寿にやっぱり効いてるなと思いますね。だから音楽だからそうだっていうんじゃなくてね、やっぱりアロマテラピーっていうのは古代からね、素敵な音、素敵な、で音の中に神様の声ねもうありますよ。音楽だけじゃないですよ。もうトントコトントコやるのもあれば、いろいろありますね。だけど音ですね、音によって人間の体を癒していくっていうのはもう古代からあるわけです。で古代はすごいのは、もっと聞いてる方の人もいろんな能力持ってたらしくて、もう痛いこととか、苦しいことから解放することのできるところまで実際ねあるんですよね。でその次にそれをもっと効果的にやるために香りを使ったわけですね。
それでアロマテラピー、アロマっていうのはもうこういう肉体的にこういうところが疲れてる時にはラベンダーがいいとかね、だから僕見て神経を休めるにはその発火系のもんがいいとかね、もう無限には毒まであるわけですからね。でそして、まあ、治療する、それから施術する、セラピー療法する、ですからこの両方は昔から、音と香りっていうのは絶対あったわけですね。ですからそれを僕の究極の CD は絶対活用してほしいっていうことですね。ですから至るところで、皆さんがこれから健康長寿というものをやろうとしたときにね、なんか機械でってやる、それからバッて切って悪いところ、それもそれで必要です。だからそれだけじゃなくて、心も健康にね、するには薬、お医者さんとも同格に、ね、並んで、そのいい音とその香りというものね、使った方がいい、でそういうことを書いたわけですね。まあ、今日話してるようなことをもうちょっとこう体系的に具体的に、今言いましたように、どこどこの、アロマの店は、整体とマッサージと両方やることによってよくしたとかね、であるところは音楽と香りを猛烈に使ってるとかね、あるところで機械を猛烈に使ってるとかね、でそれを全部お店の名前から、紹介してるのが西尾なんですよ。じゃあ今回の CD とかつながってるという、そうそうそうなんです、ですよね。ですからまあ両方見ていただいたね、一番ありがとうございます。で究極はそのみんな誰でも高齢になる、で僕は今まだあえて言えばまだ84歳から85歳歩いてるわけですね。これ僕の新記録の分野ですね。ですから85歳に達してない人はいくら言ったって分かんない、想像はできるけどね。ですから85歳の人が体験した健康長寿のことを3週で書こう。だ高齢者向けなんだけれど、高齢者にみんななるわけですよ、若い人もね。だから僕の話は30年前にもうちょっとこうしとけばよかったっていうようなことなどの話がその第3週出てくる。だからそれはむしろ若い人は読んでね、どん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 自分の体を壊していっちゃうようなことはやらないようにしてほしいな、そういうことなんですね。じゃあこの第3週までこうご期待ということで、そうですね、ぜひ紹介してください。ありがとうございます。では最後に先生、はい、視聴者の方へメッセージをいただけますでしょうか。健康長寿を願わない人いないですよね。でその健康長寿の中に薬だ、外科手術だ、それからリハビリだ、大事だけど、もう一つ、古代から、その、音楽、もう特に合奏などをやってですね、みんなが気持ちが寄せ合うと、体から素晴らしいものが出ますから、本当に薬とはまた違った考えりのね、非常にこう、傷んだものを治すんじゃなくて、傷まないようにするというのが、その、音楽とか合奏とか、そういうものなんですね。ですからそこをちょっとこう皆さんのシフトをね、未病ね、病名がまだつける手前のところのやつをこの音楽でまた合奏で取っていこうじゃないかっていうことです。ありがとうございます。では新堀先生、またよろしくお願いします。ありがとうございました。